今日もやりましょう。はい、どうですか？やってないです。やってないですじゃないよなんでやってないの？やってないです。水曜でしょ？いや、なんか今日気づいたら水曜なんですよ。月火がなかった。この感覚だったんだ。今週月火がなかった。まあいいですけど、ちょっとやっていきますか。はい。パッション、パッション。いや、なんで2回言うの？強めに。情熱。正解。はい。 To have a passion for YouTube。 はい、次行きましょう。いや、なんかスパルタだな。いや、YouTube に情熱を燃やすっていう。いや、分かったけど。はい、次行きましょう。ジャスティス。だから、なんか、なんかそういう感じなんだ、今日。コンセプトとして。どういうこと？いや、正義だけど、うん。なんかなんかそういう感じなんだ、パッションとか。いや、そうジャスティスとか。Do you have a justice for YouTube? いや、わかるけど、同じようなこと2回言うんだよ。Fate。Fate。Do you have a fate for YouTube?だいたい分かってきましたね。何が？だからもう問題の流れで次の意味を当てるっていうのも大切だから。あ、そのいやいや、別にフェイト来ないでしょ今。別に流れ的には。別にいやいや、同じような感じよ。正義の後運命なんだ。うん。ボンドボンドボンド。じゃあボンドかな。いや普通にボンドボンド。あ、いいっすか。うん。絆。キツキツって言うな。言わせることできましたよ。いや違う。ついに。違うだろ。これはもう俺のせいじゃない。なんでだよ。いや、俺じゃないもん今言った。今絆って言ったの俺。俺くせにボンドって思っただけだから。最初ボンドって言ってる。はい。バイタル。バイタル。で、必要不可欠な。はい、正解。フェアリー。妖精の。はい。俺、フェアリーテイルっていう漫画知る？で、フェアリーテイルって漫画あるんですけど、うん、テイルっていうやつがつくと、うん、おとぎ話になるっていう。テイルがだって物語みたいな。話みたいな。もう、おとぎで行くんだっていうのあるよね。あのね、うん。フレキシボル。フレキシボル。これさ、うん、俺のイメージなんだけど、うん、受験で、うん、これフレキシブルも出るけど、うん、これまあ答えは柔軟なじゃんと、うん、だって柔軟なじゃん、はい、柔軟なって絶対漢字の書きで出んの模試で。へぇ、柔軟なの出る率えぐいよ。あ、そうなんだ。毎回間違えてたもん俺。間違えるんかい。そんで絶対できない、ま、出るのは知ってんの。出るのは知ってる。対策しないとバスケのね、うん、俺がやってた陣形がフレックスっていう、その柔軟にやるみたいな、こう流動的にってよく言うよね。そうそうそう。あとはアイソレイト、孤立させる、うん、孤立させる。はい。なんかこれもアイソレーションって言って1対1で最後試合やらせるみたいな、うん、まあバスケでありがちな戦法。めちゃくちゃ強いやつ最後残り10秒ぐらいになったらそいつに回して全員下がるの、ディフェンスに戻すの、うん、で1対1で普通に単純にやらせる。なるほどね。キャプチャー、捉える。でかい。リモート。いいっすか。はい。遠く離れた。正解。リモートコントローラー、遠隔操作的な感じか。そう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 。遠くにあるものをコントロールできるもの、リモコン。チャンネルってやつ意味わかんないから。あれ、チャンネルっていう人いるよね。うん、俺のおじいちゃんとかね。アーティフィシャル。これはもうお前、ん？できるよ。アーティフィシャル。人工の。正解。AI っていうじゃないですか。うん、僕らよくやってるやつ。ボウ。ボウ？これ俺の中で面白い単語。あ、BOW か。うん、そうね。それなんなん今の。ワンクッション。うん、その何今の。いや、何の情報？ BOW だから、棒おじぎ。正解。セメスター。いいっすか。はい。楽器。正解。セッション。集まり。はい、正解。セッションっていう映画カンタ好きだもんね。俺好きよ。あれ部活やってるやつに勧めるべき。あのな、バチバチの部活やってる人、うん、クラッシュ。衝突する。
正解。デモクラティック、はい、民主主義の正解。大正デモクラシー的な感じを覚えてください。民主主義って言えばいいのになんで言わないんだろうね。あ、大正デモクラシーっていう曲がありそうぐらいなんかかっこよかったね。重すぎだろ、曲のタイトルあるかもしんない、出したら売れるかもしんないですよ。いや、今はもう無理だよ。平成も変わろうとしているんだから今。パスウェイ、パスウェイ、パスウェイ、パスウェイって説得する。正解。これウーバーの曲になりましたね。大正パスウェイド、ちげえ歌詞で来いってやめるだよね。いいよ。うん、ビークワイエットと意味関係あるのかと思うんですよ。関係ない関係ない。でもクワイエットは静かにするか。でもスペルが違う。まずそうそう、アンクシャス、心配して、まあ正解ですね。パズル、当惑する、正解。はい、こんなもんですかね。はい、じゃあ来週も頑張りましょう。はい、来週の範囲は800から1000。はい、入れましょう。今年中に終わるって感じですね。はいはい、じゃあまた来週。